Hey, what's up? 今ね、後輩から連絡が来て、Hey, what's up? フライボーイアイフチャンネル、いつもご覧ご視聴ありがとうございます。本日ね、風がかなり強かったんですが、オフショアなので、面は良好です。で、朝のうちちょっとね、サイズが上がりすぎちゃって、ちょっと、ハードなコンディションで、風ももっと強かったんですが、今現在ちょっとね、お昼前なんですけど、風の方が少し弱まってきたので、まあ、少し強めに吹いてますけど、まあ、朝よりは弱いので、で、波の情報を見たら、結構ね、コンディションも良くなってきてるので、今からちょっと海に行きたいと思います。さあ、それではサーフィンしていきましょう。Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living like...結構ね、風結構吹いてますね。オフショアだけど、ちょっとね、テイクオフ、風に煽られて、ちょっとテイクオフしづらいコンディションかもしれないですね。まあ、とりあえずやってきます。ちょっとぐらい入ってきてます。サイズも十分あります。南乗れればいいです。
これテイクオフできんのかな。もうちょっとインサイドを攻めてみた方がいいかもしれないな。やっと1本目飲めました。何もできなかったけど。おお。で、今日ね、風強いって言ってたけど、風強い日に初心者とか、まあ、上級者ももちろんですけど、風が強い日に、自分のスマートフォンが飛んできて、怪我をするっていうことがすごい多いので、風が強い日は、皆さんのできるだけね、怪我をしないように最新のいつも以上に、ね、注意を払ってやってもらいたいと思います。たまになんかこう巻いてるよね。でも崩れた跡が熱くなってるよね。うらうらう。わーお。ダンパー。バレないね。いや全然、まあ、あれ桶に流されちゃってもう乗れないし。いや、なんかもう GoPro 途中でね、電源入んなくなっちゃって、あの後ね、すげえいいライディングしたんですが、映ってなかったです。まあ今日はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。それでまた次の動画でお会いしましょう。
今日は残念でした。See you!